さあ始まってまいりました学力を決定戦、ゴールデンウィークも中盤。もうゴールデンウィーク明けね、もう先生働くのやだわって今働いてるか。それではレッツ学力王。問題、春夏秋冬、1年の中で一番長いのはどれでしょう。さあこの問題皆さんよく考えてみてくださいね。ジェルが早い。これわかんないっすけど4分の1なんで当てちゃいますよ。夏×なら3分の1なんで当てちゃいますよ。秋×なら2分の1なんで当てちゃいますよ。お前ら当てずっぽじゃなくてクイズやれ。ほんと冬×マジってことはもう決まりっすね。お、そうだなまあ答えてみろよ。当てちゃいます。春バツなんで。え、もうないよ季節。え、はい、問い見せてやれ。1年。正解。そう、1年も選択肢に入っていたのです。なんじゃそりゃ。さあ続いてマッチ問題。マッチ2本動かして円を作りなさい。さあ頭を柔らかくしてください。解けるか。ジェルが早い。これ分かっちゃいました。これマッチを立てるじゃないですか、こっち側に。でめちゃくちゃアップにすると円です。×です。はい、サタン。これ丸じゃなくて漢字のこの円を作るんすよ。なるほど。だからこれをここに置いて、これをここに置くと円になりました。折ったの見えたわ。桃が答える。これ分かっちゃったよ。お前なんで今日そんな柄悪いんだ。これ円はお金の円なんですよ。お、なるほど。だからこれをこうしてこうします。お、合ってるぞ。で傾けると金づるの夫になります。なんでやねん。ゆり答えをどうぞ。もうこのままももちゃんの使いますね。これ逆にすると日本円のマークの円になります。正解。え、私めっちゃ惜しいじゃん。動画見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしく。動画の他にも裏話を話す生放送をしてるのでぜひ来てくれよな。詳しくはツイッターをチェック。